はい、どうもこんにちは、世界史漫画講義の細谷です。はい、こんなこともできるようになりました。さあ、今回はね、新しく動画を作る、ね、交流オツという題名をつけて、一本動画を作ろうと思うんですけれども、その映画動画のね、本編を始める前に、まずこのアヘン戦争40年から清朝の滅亡までにどんなことがあったのかというね、大まかな確認になりますね。大きなスパンでその流れを見ていこうということで、はじめにという題名で一本作りました。まあ俺はこの辺のことはよくわかってるんだよっていう人は、あの本編の方から見ていただければいいんじゃないかなと思います。さあ、では時はね、19世紀の半ば頃になりますね。欧米列強の東アジア進出が激化していったっていうのが、この時代の特徴であると思います。あの18世紀の、終わり頃からになりますけれども、産業革命ね、製品を作る力、これが非常に伸びていたヨーロッパの国々は、巨大な人口を抱える東アジアの地域に注目しました。まあ、特にこの清朝ですよね、この時点ですでに億単位の人口を抱えていますから、この中国が狙いであったわけです。さあ、1840年ですね、アヘン戦争、そして1856年アロー戦争、ね、これらの戦争で当時中国を支配していた清王朝と、ね、西洋の代表格であるイギリスやフランスといった国々が戦いをね、するんですけれども、この戦いで東アジアを支配していたこの清王朝はイギリスやフランス相手に全然歯が立たないです。こってんぱんにやられてしまったわけですよね。さあ、一方、この中国の、状態を見ていた、日本は、はい、これね、あの中国さんが、まあ、清王朝が勝てないんだから我々日本が頑張ってもね、これはどうにもならないよねということで、1853年ペリー来航、そしてそれから5年後1858年、これ中学校の時やりましたね、日米修好通商条約という不平等条約を結んで、まあ、屈辱的な条約を結んで、それまで1600年からずっと続いていた鎖国体制をやめて、開国を行うんですよね。さあ、このようにして、中国も日本も、西洋のね、ヨーロッパ、そしてアメリカの国々の力には対抗できないということがわかるわけです。さあ、この両者ですけれども、じゃあこのままではいけないから、何か改革を行う必要がありますね。ですので清王朝は洋務運動という、改革運動を行っていきます。さあ、この改革なんですが、中体西洋といってね、中体というのは中国の政治体制はそのままですよ、皇帝の専制政治を続けますよ、一方で、技術に関しては西洋、ね、西洋の進んだ技術を取り入れていこうっていうのを特徴とした、改革になります。まあ、特に軍事技術を中心とした、技術転用ですよね。さあ、一方で日本なんですが、ちょっと中国との違いに注意してください。というのは、このね、日本、これ時々この国はね、ものすごい信じられないようなブレイクスルーを行うんですけれども、なんとそれまで、ね、鎌倉幕府の時代から750年間もずっと続いていた、ね、武士の時代をこれでやめちゃうんですね。そして、67年ですね、そう、明治維新です。さあ、明治維新の特徴はこの清朝と比べると、かなり極端ですね。これ日本は東洋のイギリス足らんということで、それまでの、古い体制を全てガラリと変えて、もう西洋の国をモデルとして、ね、西洋の国に脱皮していこうっていうふうにね、大胆な改革を行っていきます。でこれが明治維新ですよね。さあ、この、中国が取った、方法と日本が取った方法、この時点では、まあ、どちらが正しいのかっていうのは分かりませんね。まあ、というか、この場合は、はい、
どちらが強いのか、どちらが正しいのか、ということですね。まあ、やってる時は分かりますよね。はい、でこれに決着がついたのが、日清戦争でしたね。94年です。ちょっと移動させて、同じね、日清戦争ですね。これでまさかの、日本の勝利でこの戦争は終わるわけです、ね、中国というね、あのでかい国がね、東洋のね弱小国であったね豆粒みたいな日本にやられてしまったわけです。さあ当時の人々の間では、この洋務運動は誤りであったと、日本のね明治維新の方が改革として優れていたんだというね、そういった結論を出します。はい、こうしてね、おっとよっと、はい、こうして明治維新をモデルとした改革運動を中国でも行うことになるんですね。これが辺鋒運動、もしくは辺鋒自強運動と言います、ね、洋務運動が、ね、この50年から、ね、95年までの間行われていた改革運動なんですが、ちょうど、ね、日清戦争で決着がついた後の年ね、95年、勝敗が決した段階で、中国は明治維新をモデルとした改革を行おうというね、辺鋒運動が盛んになっていきます。はい、このね年表の見方ですけれども、まあ、まずちょっと見方を変えると、このアヘン戦争から50年加えてみてください。そうするとその50年後には、ね、この日清戦争があるわけですよね。 ですから、こんな言い方もできるよね、中国にあった、東アジアの覇権というのが、日本に移ってきたんだよっていうね、そういう過渡期だったんだよってね、そういうふうに捉えることもできるかと思います。日本の東アジア覇権とか言って書いてきます。まあ、でね、さらにね、この、ここにね、50年経つとね、太平洋戦争でしょ？で、45年にね、アメリカにね、敗北するまでの50年間、ね、この日清戦争から50年間というのは、日本の東アジア覇権が続いていくことになります。はい、じゃあ、ちょっと話を中国に戻しますが、この辺鋒運動ですがね、3年後、ね、保守派、のクーデターによってこれはね、失敗に終わってしまうんですよね。というのは、これでね、明治維新、ね、イギリス、そして、憲法は当時のねドイツ、をモデルとした立憲君主制の体制を取ります。はい、すると、このね改革が面白くない、ね、それまでの権益を侵されてしまう保守派は、清太后という人をね抱き込んで、この辺鋒運動を潰しにかかってしまうんですよね。はい、このね、まあ、立憲君主制をね採用してしまうと、それまでのね皇帝専制によるね強力な皇帝の政治はもう行えなくなりますよって言ってね、この人を抱き込むわけですよね。はい、こうして、国家を救うためのね大改革を行うぞというね動きが、この保守派の反対によって潰されてしまいました。さあ、そうなるとね、もうね、中国は目も当てられない状態になります。さあ、この国をね、変えていこうという、企てが失敗に終わりまして、その後、農民たちを中心として、中国を分割しようとしている列強たちに、戦いを仕掛けるんですね。で、これに清王朝も乗っかる形で、義和団事件というね、清朝も列強に宣戦布告するというね事件が起こりました。はい、ところがこの義和団事件も日本や、ロシアを主力とする連合国軍によって、鎮圧されてしまい、結局この後中国は景気みたいにね分割されてね、反植民地化の状態に陥ってしまいます。さあ、はい、その後、ここねちょっとだけ青く塗りましたけど、
このままだね、中国は本当にやばいということで、再びね、改革の機運が高まるんですが、時すでに遅しっていう感じですね。1911年から12年まで、孫文を中心とした、孫文らを代表する、革命派、の企てによって、この新王朝は1616年からの300年間の歴史についに、幕を下ろすことになるんですね。はい、この後ですけれども、まあ、こっちに書いたんですが、このね、孫文が作った、中華民国というのが中国の代表する政府になるんですが、これもあまりうまくいきませんでしたね。遠征街というところの独裁体制に、移行していき、さらにその部下たちが、次のね、支配者の権座をめぐってね、お互い抗争を繰り広げるという軍閥抗争の時代。そして、蒋介石という男がもう一回中国をまとめ直すことになります。さあ、一方で日本なんですが、東アジアを、のね、覇権を握った日本なんですが、朝鮮や満州といった地域をロシアとね、争って、日露戦争っていう戦争を行います。はい、この戦争で、辛くも勝利した日本は後、はい、世界恐慌の後に中国への野心をあらわにしていくっていうね、そういった時代になります。まあ、この辺も結構面白いなとは思うんですけれども、今日のところはというか、今回は、ね、この辛亥革命ですね、このアヘン戦争が1840年にあって、そしてずっといきまして、この清朝が滅亡する辛亥革命までのあたりが、今回の動画の範囲になります。はい、というわけで、今回はね、今回の授業はここまでになります。はい、ではさよなら。